その4回も関係ない、これ1日1回しか番組しか分かってへんねん、うん、1日に3回も4回もやってるかと思ってへんねん、なるほど、まあ同じ曲見てるから大体分かるやろそんな気にもしてないからそしたらまた反応娘結婚してんな、結婚したんです、ね、結婚した、はい、いくつもさ、もう30です、30よかったなもうでも、もう誰も残っ、もういないです、もう残ってないの、はい、あ、もうあとおじいちゃん、おじいちゃんだった、もう当人おじいちゃん、もうすぐ、3人ぐらい孫が来て、うん、もうあとはだらもうあれやな、あれだから年金もらえんの、まだ私え、もちろんね、もうもらえんの、もうもらってますよ、もらってんの、持ってますよ、もらってんの、はい、俺の払った年金から年金じゃん俺が払ってる年金から年金もらってんねんな、ね、ちょ年金じゃないですか、クソじじいよそもそも年金の話言わない方が、俺らもう無理やわ、俺ら無理やわ、俺ら70歳らしく、ちゃう、年金保険もあります、民間のな、いや一般の人たちよ、やっぱりな、この話は俺じゃなしに、俺らはもう70歳で、いやいや70歳からもらえるけど75からやったらもうちょっと多なりますよっていうパターンちゃうかな、まだ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 今これ見てる30歳ぐらいにはこれから起業しようかとかね、25歳の人とかでも嫌になると思うで、もう多分その人らの時は80で85からにしてくれたらもうちょっと1ヶ月上足も何歳まで生きれいうねみたいな話になってくるわけよ、年金ももらえないですよね、もうアホかみたいな話や、できないですわ、これも自分で用意してるんですよ、何もろてんのやろ自分年金泥棒61歳から最悪やろ、気楽そうな顔じゃん、パンダズこんなやつが日本をダメにしてるからみんなお顔見といてくれはい、大変なんですよね、はいはい、はい、んで今日はまあ海外つながりということでね、何やねん、もうそれそればっかりやってるやん、留学生、うん、やっぱりね、うん、今私広げてるんですけどね、うん、なかなかまあコロナでなかなかこう進んでないんですけども、うん、やっぱりそういった留学生というのはね、うん、やっぱ日本じゃなくてそういう東南アジアを含めたですね文化圏をね広げてね、うん、やっていきたいなと思ったんですよ、うんうんうん、でこの間まあネパールにも行って、うん、すごいやっぱりこう文化の違いはあるんですけどね、うんうん、若い学生たちはねすごい意気込みが、どこ行った、カトマンズ行った、カトマンズです、人だらけやろ、まあまあ人だらけですね人だらけ、このだらけ、まあまあめちゃめちゃ多いやろ人間、信号がないですよあそこ、ないやろ、だからもう大変なの車って、ほんでもう何どういうルールでこれ走ってんねんっていうぐらい全くないよでも事故起きひんのよ、そうやね、昔のベトナムもだったバイクがものすごい数ね、そうそうそう、東南アジアでも今でもそういうとこあるよ、あとあのバングラデシュとかでもそう、もうバイクと自転車となんか何あの一輪車みたいなのめちゃくちゃめちゃくちゃなってんか事故起きんだよ、あなんで事故起きんか分かる、何ですかね、スピード出てないねんて、あーよー見ててみ、だからある程度交通整備がきちっとされすぎると頼っちゃうんね人間って、例えばね、例えば交通整備がきちんとできるとするでしょ、一方通行とか日本でいうと、あれ出来上がると一方通行だから向こうから車けえへんもんやと思って走るから、ある程度のスピード出して事故が起こしちゃうわけよ、分かる言うてる、分かる分かります、それがないと逆に信号ないと事故起きへんのよ、いつどっちから来るか分からんから、自分で気ぃつけてるわけね、そう信号ないから、そう自分で気ぃつけろと、そう自己責任、自己責任やと、そうなるほど、だから年がら年中クラクションになるじゃん、なるほど、なるほど、ね、なんか文句あんのかお前は、ね、ギリギリまで来るしね、そう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 、でもあれで事故大きいでしょ事故確かにそうかもね、スピードが出てないんですよ、うん、まあ、まあ、止まれるともあるよね、まあ言い方悪いけどバングラデシュ当てられたら引かれて死んどってもああええわみたいな感じかもほんで何やったっけ、留学生ね、まあこれから増えるしな、ただまあこちらサイドの受け入れサイドの整備ができてないわ、あなたそういう怪しいね仲介業者みたいな仕事もちょっとやってるわけ、やっぱりもうちょっとね、いや本当に冗談だけど、一番は英語を話せる文化にならないとあかん、
日本自体が、ベースの土台がな、うん、確かにね、ネパールは米国ベースですわ。だから漢字じゃなくてね、アルファベットですよ。だからそこがよ、今日ね、まあ、話ちょっと変わるけど、朝ね、今日の朝、娘、うち中学2年生です、ね、娘さん知ってるでしょ、オーストラリアまで。ああ、行きます、行きます。あの娘のね、国語、いわゆる現代国語かなんかじゃないけど、教科書、うん、テキスト見たんですよ、うん、こんなんじゃないよ、うん、こんなで、こういう大きさのテキストよ、うん、こういう大きさのテキストね、うん、ね、はいはい、小学生のテキストみたいですわ、薄っぺらーいね、うん、で、日本の国語かなんか書いてあるんですよ、うん、で、国語っていう字がひらがなやったんかなんか忘れて、うん、なんか、なんせね、子供っぽい教科書でした、うん、中学2年で。で、俺それあの綺麗な奥さんにね、おーおーってなんやろ、おーおーいやいや、横に綺麗な奥さんおったから、その教科書見て綺麗な奥さんに俺言ったわけ。なんでこんな日本語でこの国語ある、確かに国語日本語の教科書だけども、うん、英語で書けと、ここぐらいはせめて、うん、ジャパニーズなんちゃら、なラングエッジでもええやんかも。誰向けのやつですか？生徒向けよ。生徒向け、中学2年生、うちの娘の生徒向けのテキストですよ、学校の国語。あ、国語バカにしてんのか、この教材はっていう。日本人ですよね。そう、外国人ちゃいますよね。あのね、多分ね、これ間違ってごめんよ、うん、俺らの、我々が子供の時よりちょっと程度低いと思うわ今。お、教えてる内容というか、その、うん、内容は知らんわ、うん、なんていう、その、なんていうの、その勉学、学問、うん、学問に対しての取り組み方が浅いって感じがする、うん、ように。俺あれ、これも日教組のあれ違うかと思うわ、うん、もうアホに証拠出るから、まあ合わせてるところがね。いや、そんな話じゃない、そんな時代じゃない、毎回勉強だけど、あ、ここ世の中の経済がここ、うん、じゃあこういう形があってここに合わせて動いてるわけですよ、マーケットっていうのは。ここで消費させて、ここでね、動いてるわ、ここで消費をさして、ここで動いてるわけですよ、実際の世の中っていうのは。でしょ、で、教育ここで合わせっていうことでしょ、バカに合わせとけってあるでしょ。 ついていかれへん、シンガポールに勝てますか、あなた。インドに勝てますか、中国人に勝てるか、勝たれへんから、んなことやっとったら。でしょ、これからあなた言ってる AI の時代やとか、うんちゃらうんちゃら言ってんのに、そんなやつが英語もわからんと、何をシステムを作るか。まあ、そもそも文学に対する取り組み方っていうのがおかしな教材やったもん。国が認めた教科書やね。そうよ、アホにしよう。中学校2年生の教科書、小学生の教科書みたいな、小学校2年生ぐらい。